交渉バッジ。胃腸の葉をモチーフにしている。東京都立人大高等学校は、東京都調布市若葉町一丁目に所在する都立高等学校。略称は、神高。本校では特に中期しない場合、主に全日制課程について記述する。1940年に開校した東京府立第15工女学校を前身とする都立高等学校。 名称はかつて存在した上代村に所在したことによる。調布市の東端にあり、市内の都立高校3校の中では最も歴史が古い。周囲は自社に囲まれていて、近隣には、東方学園大学、武者の工事アツ記念館がある。学校群制度時代は、府中高校とともに第7.8、旧学区75群をなし、グループ合同選抜制度時代は、 第10学区第101グループに属した。以後、単独選抜制度入試時代を経て、2003年に学区制度は廃止されている。交渉や効果は、当時の在校生が制作するなど、昔ながらの自由な校風である。敷地面積、約2万4000平方メートル弱。施設は、校舎、体育館、閣議棟、プール、グラウンドのほか、テニスコート4面。 食堂などが整備されている。校舎は南北にあり、東西2カ所に南北校舎を結ぶ連絡通路がある。南校舎にはエレベーターが設置されている。鉄道バス制服はないが、1988年4月に標準服が制定された。上着は紺のブレザーで、左胸ポケットに本校のエンブレムが刺繍されている。ズボンはグレー。 スカートはグレーと赤のチェック柄の2種類ある。儀式的行事や修行式、修業式では標準服を着用する。交渉は校内に約50本植えられているイチョウの葉をモチーフにデザインされている。1950年創立10周年記念事業として全校生徒から交渉のデザインを募集し、青山久夫デザインの作品が入選し、使用されている。 学び、鍛え、輝け一年生全員が主に夏休みに18時間以上の奉仕活動を行う。調布市東部児童館で夏祭りの手伝いなどを行っている。指定校推薦として約140の大学、短大から約530名の推薦枠がある。大学への進学が大半を占める。体育祭、毎年6月上旬校内グラウンドで開催。 クラスごとのオリジナルカラー T シャツを身につけて競技する。色は一組から順にピンク、赤、緑、紫、黄、紺、オレンジ、水色。種目は男女騎馬戦、全員リレー、100ヤード層、部活対抗リレー、代表リレーなどがある。神田火災全日制の文化祭で毎年9月中旬、または下旬に校内で開催。生徒会主導で行われる。 二日間の文化祭の1日目の終わりに中、夜祭りがあり、主に校内バンドグループが演奏を披露する。2008年からは中夜祭りに変わり、オープニングセレモニーが実施されている。音楽祭、毎年2月調布市のホールで開催。1、2年生が、クラスごとに合唱する。課題曲と自由曲に曲を披露し点数を競う。球技大会毎年月に開催されていたが、 現在では3月に1年生と2年生で開催されている。上田田し最定時制の文化祭で、昨年10月下旬に開催。体育祭、昨年10月下旬に開催。定時制が設置されているため部活動は原則17時までであるが、校舎を使用しない部活動に限り日木曜日は18時までの特別延長が認められている。 男女ハンドボール部の実力が高く、2008年度国公立高校大会で全都3位入賞している。全国高等学校俳句選手権、東京都代表として2006年と2007年2年連続で出場を果たしている。他にも吹奏楽部、演劇部、文芸部の活動が盛んで、対外活動を積極的に行っている。ありがとうございます。